はい。えっと、それでは、えっと、6時半、帝国なりましたので、始めていきたいと思います、えー。京都クリエイティブアッサンブラージ、えー、プロレゴメンなセッション2、文化を創造するビジネスということで、始めさせていただきます。お集まりいただきまして、ありがとうございます。えっと、冒頭私の方から、えっと、簡単に、えっとですね、中時以の方だけ述べさせていただきたいというふうに思います。えっと、マイクオフの方、えっと、ご協力お願いいたします。 えと本日はですねチャットの方をオープンにしてますがあの基本的にはですね本日の内容に関するものだけに限った質問でお願いをいたします。あのこのプログラムの質問等々というのはちょっとあの今日のイベント中はちょっとお控えください。ただあのどううしても何かこう イベントの、えー、運営上何かっていうことがありましたら、あの私、東、えー、京都大学佐藤の方までダイレクトメッセージをいただければというふうに思います。えー、あとですね、本日のイベント、えーと、録画をさせていただいてます。で、えー、と後日ですね、えー、またアーカイブにして公開をする予定でいます。えー、と皆さんが映り込むことっていうのはあの基本的にはないと思いますが、あのその点、えーと、ご了承のほどお願いいたします。はい、それでは、えー、と早速ですね、えー、入って、あ、これ、えーと、一応ホームページこちらにあって、えーと、問い合わせ先とかもこっちに書いてますので、えー、とまた チェックしてみてください。はい、じゃあえっと早速もう本日の流れということでえー、っと入っていきたいと思うんですけれども、ここからはあの第1回同様ですね、えー、スーパーモデレーターの、えー、京都大学総合、えー、博物館塩先生にバトンタッチをしたいと思います。えー、っとそれでは塩谷さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。みんな多分。 向ここうう側でで心の声でご挨拶しししててくくださっいいいいることと思いまますすけれどもどもぞよろしくお願いいたします、えー、第2回目、京都クリエイティブアッサンブラージュ。これ、いつもね、下かみそうで一気に言う練習を繰り返してから始めてるんですけども、第2回目は、この文化を創造するビジネスって言って、タイトル聞いた瞬間、そんなもの想像できるのかってちょっと心の中で思ったんですけど、司会応旺盛使った以上は、えー、皆さんに、あできるんだっていうふうに思ってもらえるような1時間半にできたらと思っております。 で本日はまず最初にゲストをご紹介してから順番としてまあ4人の方にご登壇いただく形でその後にパネルディスカッションパネルセッションという形で皆さんの議論をさらに深めるという時間を過ごして1時間半締めくくりたいと思っております今日も盛りだくさんなのでテンポよくいきたいなと思っております早速なんですけれどもあの登壇者紹介という形で今回あのゲストとして「Letters from nowhere」かっこよくてこれ僕発音ができないのがちょっと。 ハラサってこれ何回練習したんですけどこれうまいことできへんからもうこのままカタカナ英語でいこうと思いますけど「Letters from Nowhere」の人たちからいらっしゃってるのでこれちょっと僕ご紹介文を頂い,いてるんですけどカタカナと英語が多すぎていまいち説明しきるかどうかちょっとわからないんですけど僕の中の素朴な心の声を付け加えながら あの皆さん、順番にご紹介して、一人ずつ振っていくので、あの何か一言、ご挨拶ないし、今いらっしゃる国の言語で挨拶いただくも何でも構わないんですけど、あの式だけ挙げときますので、あの順番にご挨拶いただけたらと思っております。じゃあ、今日そのゲストでお願いしています、この l e t t e r s f r o m の皆さんですけれども、えー、とまず最初にあの安西博之さん、モバイルクルーズのえー社長をされていましてミラノの東、ミラノと東京を拠点に活動している。 もともとビジネスプランナーと名乗っていたんだけれども、最近はビジネスプラス文化のデザイナーというふうに職名を変えたというふうに書いてました。ミランの在住でデザインしてるとかで、僕、かっこよくて言いたいなってすごい思いながら、この紹介文を読んでおりましたけど、もう文化のデザイナーっていうのを僕、名乗りたいなと。文化庁で審議会とかするんですけど、デザイナーって言い切れるなと思ったんで、どうやったらなれるのかをちょっと聞いてみたいなと思っております。で、他のキーワードとしていただいているのが、このローカリゼーション、意味のイノベーション、デザイン文化。 で文化創造としてのラグジュアリーが今のところ守備範囲です。この守備範囲が広すぎてどこを押していいのかよくわからないのでご本人から聞いてみたいと思います。では安西さんよろしくお願いします。どうもこんにちはよろしくお願いします。えー、っとやっぱりあれですよねボンジョルノはイタリア語でよくこんにちはなんだけど、うん、やっぱりチャオがいいですよねチャオはもう国際語ですよねはいうんということであの今日15分で話せるかどうかわかんないけど15分でやるようにします。 どうぞよろしくし,よろしくお願いしますではお二人目お二人目は、えー、副職師科の中野香織さんになります、えー、昭和女子大学で客員教授もお勤めになられてまして、えー、この説明文がねこれ難しかったですアカデミズムとジャーナリズムとビジネスとライフスタイルの交差点に立ってラグジュアリーについて360度の視点から書いたり話したりしていますこれ聴者さんだったら説明できるんじゃないかって書いてあるんですけどいや言われてもなって思いながら。 これ僕の中でイメージしたのはなんかその交差点であのダンシングポリスマンみたいなこう300歩進至る方向うご案内してる人でいいんですかねっていう、まあ、そんなイメージで勝手に考えましたけどでは中野さんご挨拶よろしくお願いいたしますはいこんばんは中野ですはいあの交差点でえっ、ー、と <laughs> まあいろいろこう踊ってるのかこう指示してるのかわからないあのそういう、えー、立ち位置におりますあのはい今日はあの 塩瀬先生と山内先生のおかげで、とてもリラックスしてお話できそうで、えー、またあの、いろんなご指摘もとても楽しみにしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは、三、えー、人目、三人目は、えー、前澤智美さんでよろしいでしょうか？えー、とドイツ・ミュンヘン在住のアート・ディレクター・デザイナーと書かれています。僕、サッカーバイエルミュンヘン好きなんで、いいなってちょっと思いながら。 そこでのデザイナーっていうのもかっこいいなと思って、でこれイギリス、イタリア、日本での活動を経て、2015年独立って書いてある。 この小学生の時に覚えたのは日独位、三独名、同盟全部回ってんですかと思いながら、日本、ドイツ、イタリアとかって、やっぱ馴染みがいいんですかねってちょっと心の中でね、勝手に思いながら、このデザインを通じて文化多様性の価値を広めるというミッションのもと、現在はスタートアップや文化団体の異文化ブランディングやパッケージデザインを中心に取り組んでいると。このコロナ禍でもすごいデザインとか文化に対するのドイツの支援がすごいなと思ったので、ちょっと楽しみにしております。では、前澤さん、よろしくお願いいたします。 はい、ぜひよろしくお願いします。あの、挙げられた式を超えずに、ドイツ語では何もがないんですけど、あのこれから15分で、もりもり喋れるかな、喋れるように頑張ります。よろしくお願いします。グーテンモールゲンでも、グーテンタークでもないんですね。<laughs> <laughs> OK です。<laughs> ありがとうございます。じゃあ、4人目、えー、沢谷由り子さんです。えー、NUCB ビジネススクールで教鞭を取られておられます NCB の B とビジネスだからビジネスのビジネススクールで B、B 一緒じゃないかってちょっと心の中で思いながらあの科学技術や経営、デザイン、アントレプレナーシップの研究や教育をされています。本日後半でこの皆さんをモデレートされるという,こうすごい大変な地味猛量の猛獣使いになろうかと思うんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。サラタンさん、よろしくお願いします。 はい、よろしくお願いします。皆さんからいただいたクエッションをですね。元にですね。パネルセッションをしていきたいと思います。もしかしたら全然時間ないかもしれないです。その時はごめんなさい。ということです。皆さんと一緒に場を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。この皆さんに今回ゲストとしてお越しいただきました。この皆さんがやっておられる活動の一つはこのレターズ from nowhere って書いてあるんですけど、これざっくり一言で安全レターズ from nowhere 何する講座ですか？っていうのをちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？ うん、ああのラグジュアリーが、まあ、この20年、30年ぐらいすごく大衆化して、まあ、いわば肥大化したという現象があるんですけどもそういう中で、まあ、ラグジュアリーの新しい方向を探すような動きが世界各国であってでそういった動きが割と日本の中で浸透していないなとかあるいはそういうことを知らない人が多いなと思ったのでそういった講座を今、始めています。 はいありがとうございます。このレターズフロムノーウェアがかっこいいなと思ったんで僕も今度から「潮瀬 f r o m ノーウェアかなんかで名乗っていったらいいのかなっていうふうにちょっと真似をしようと思ったんですけど、まあ、なぜこの「レターズフロムノーウェアの皆さんにこの第2回でお話しいただきたいと思ったかってこの京都クリエイティブアサンブラージュのプロジェクトリーダーの山内先生から その趣旨も含めて、アッサンブラージ何するんでしたっけっていうのを思い出していただく趣旨と加えて、最初に冒頭お話しいただきたいと思います。その後、安西さん、中野さん、前田さんに順番にプレゼンテーションをお願いしたいと思っておりますので、まずは山内先生、よろしくお願いいたします。はい、潮さん、ありがとうございます。山内です。えっと、まあ、1回目見ていただいた方にはですね、我々のデザインのアプローチというのが、まあ、歴史を作ると、まあ、社会の変化を読み解いて、人々の自己表現を考えて、 えー、新しい時代を表現することでイノベーションを起こしていこうと、まあ、そういうことだったんですけども、あのーまあ、それのためにはですね文化を読み解く、それから文化を作るということが非常に大事なんですね。で昔からあの文化のデザインって呼んでたんですけどで、安西さんも同じようなことをおっしゃってて、ですね意気投合しましてです、ね、まあ、一緒にやりましょうということで、今日はあは文化をテーマにい、あのー、きたいと思います、はい。画面共有ができません それですね、まあ、あの最初は私の方からちょっとあの大体のコンセプトをご説明したいと思います。でこの資料はいつものようにあのホームページに載せています、第2回のところに載せています。はいえっと、文化あ、価値の創造とは文化を読み解き作ることであると、まあ、こういうふうなテーマでご説明したいと思います。はい で、えー、文化を読み解きあるいはまあ感じ取るってことなんですけどもあのーまあ、なんていうんでしょう意味がそこにあってそれを読み解くっていうよりも、まあ、体で感じ取るっていう感じですね。でというのはですね文化っていうのはまあ自己表現であってまあ他者との関係に関わります自己に関わるで他者との関係に関わりますでじあの人々の自己表現っていうものが大きな価値になるとこれまあ前回ご説明したとりです。でだから あの大きな価値を作るためには人々の自己表現を可能にするため文化を作らないといけないということです。しかしながらですね、我々は注意しないといけないのは、文化には権力があの潜んでいるということですね。まあ、そのあたりを今日お話ししたいと思います。でそもそも文化って何,何やねんと、まあ、こういう話なんですが、まあ、文化、で、まあ、ラテン語の語源はコレールっていうんですかね。で、そ,こその意味はですね、例えば住む。 とか、耕すとか、拝むとか、まあ、そういう意味があのいろいろあるわけです。で、住むっていうのが、まあ、コロナスっていう言葉になって、で、それがまあ英語で言うとコロニーみたいになっていったりとか、耕すっていうのが、まあ、カルチュラっていうことになって、それがカルチャーになったりとか、で、拝むっていうのはカルタス、で、それがカルトになったりとか、まあそういうことの,の意味がもともとあったっていうことですね。で、まあ、それがちょっと時代はどんどん飛びましてですね。 まああの近代が始まろうとしてするあの17世紀のあたりにですねあの精神を耕すとまあこういう意味でカルチャーというのが使われるようになりますだからまあ精神の寛容と通資とかあの彼らの精神の養成とかまあそういうふうになっていますでまあ近代で個人っていうのが生まれてきて個人がみんなで好きなことをするよってなった時にじゃあそれをどうとまとめるのかっていった時にですねえ彼らをあのまあ耕さないと。 で、洗練された人間を作らないと戦争になってしまうじゃないかと、まあ、こういうところから来るわけですね。で、えー、ですので、まあ、文化っていうカルチャーっていう単、まあ、この言葉自体あんまり重要じゃなかったんですけどあの、シビリゼーションっていう言葉と同じ意味で使われています。まあ、あの文明化と呼われるシビリゼーションですね。でということはあの文化っていうのはどういう意味かというと、まあ、そういう意味だとあの心を耕す、えー、文明化していく、強化していく、まあ、そのプロセスのことですね。 まあそういうものを文化と言います。で、逆に言うとですね、この文化っていうのは、まあ、ヨーロッパを頂点とする、ヨーロッパが洗練されて成熟された文化であると。で、それ以外のものは野蛮であると、まあ、こういうふうな意味が込められているんですね。で、他のものは野蛮なんで、自分たちは洗練されてるって、自分たちをそれで定義していくっていう、あのまあ、こういう言葉だったわけです。で、えー、とそれの極,極地というか、まあ、それがまあアートっていうか、アートっていうのは洗練されてセンスがいいと。 えー、自分アートがわかるっていうことは洗練されているということになっていくわけですね。まあ、ということなのであのこの言葉の背景にはこう力の権力が潜んでいると、まあ、こういうことになっていくわけです。でそれをあのわかりやすく説明してくれたのがピエール・ブルディーという人なんですけれども。 まあ再化、卓越化と、まあ、いうこと、まあディスタンクションという言葉なんですけども、まあ、我々は自らを他者と再化して、それにより自分自らを卓越したものとして提示する、まあこういうことですね。で、正当な文化っていうのを作って、それを身につけていることが偉いんだと。だからエリートはエリートを、まあ、再生産していくみたいな、まあ、そんなところがあるわけです。で、どういうことかというとですね。 あの趣味っていうことがありますあ趣味がいいねとかってあの食べ物の趣味とか、ね、服装の趣味とかありますけれども、まあ、グルディーが言うのはですねあの2種類あるんだと必要趣味っていうものと自由趣味っていうのがあるんだと必要趣味って何かというと日常の必要性に根ざした趣味ですねだから実質的であの、まあ、あのすぐに例えば栄養が得られるとかそういうものを好むだから、まあ、豚を好むわけですあのあの豚料理を好むわけです それに対して自由趣味っていうのは、まあ、贅沢趣味とも言いますけれども、必要性からの自由、こういうものを好むわけですね。だから形式を重んじるわけです。で、禁欲的なんですね。だから、なんでしょう、フランスのテーブルマナーとかは、基本的にお腹が減ってないように食べないといけないわけですね。あのだから形式を重んじて禁欲的なんです。だから、あの味の違いが繊細で食べにくい魚を好むとか、まあ、そんな意味ですね。 でそれがエリート的で、必要趣味が大衆的でということで、社会には、まあ、あの支配層と非支配層というのがあって、支配層は自由趣味を身につける、でそれを正しいものとして定義していくんですね。で非支配層は必要趣味を定義しあの好むといいますか、大衆的で気楽でありのままであることを好むと。まあ、こんな風になっていきます。だから支配層は筋力的なのでくつろぐんですけど、くつろぐときにいつも緊張感の中でくつろいでいるみたいな、まあ、そんな人たち。 で,す、ね、でまああの支配層からすると非支配層の必要趣味っていうのはだらしがないとなりますしえ非支配層からするとまあななんか何かっこつけてんねんとまあそういうふうになるわけですまあこういう構造がありますねとでその間にですねプチブルっていう中間層がいてですね彼らは野心を持っていて支配層の文化を身につけようと上昇志向を持っていると、まあ、こんなか構造なんですけどあの基本的に支配層っていうのは上昇しようう と思うこと自体はかっこ悪いと思っているので、えー、プチブルが上昇思考を持った瞬間に彼らも負けることを運命づけられているというあの非常にこの苦しいゲームになるわけです。はい、で、えー、とそれがですね、まあ、ブルーデューがこういうふうに説明してくれて文化っていうのがまあ闘争なんだと、まあ、こういうふうに言うんですけれども まあ自分を定義していて相手をまあ定義していて自分が洗練されているっていうまあこういう闘争が起こるっていうことなんですけどまあブリデューが調査したのは60年代ぐらいにあたるわけですねで今考えたらですねこんな構造ってまあほとんどないよねっていうことですでその後いろんな調査をしていくとちょっと違うよねとで支配層であったエリートが実は高級文化だけではなくて中間的なものとか大事的なものを好むようになったと雑食になった オムニボアという雑食になったということがよく言われるようになります。でそうするとですね、ブルー e ィ o o t というのは間違えてたのかということなんですが、いやいやいや、そうじゃないんですねということです。で、えーまあ、昔のエリートは、まあ、そういう意味だと、あのー、豪華なものを好んでたんだけど、今の文化的なエリートっていうのは、実は豪華なものじゃなくて、シンプルなものを好みます。だから、高級車を乗りますっていうのは、あんまりかっこいいことではなくて、むしろすごいあの自転車に乗ったりするわけですね。 まあ,あるいはあの大,きな住む大きな家に住むっていうよりも、まあ、どちらかというと小さくて趣味の家に住みたがるとかですね三つ星のレストランに行くんじゃなくて、まあ、エキゾティックな料理自分で料理するみたいな、まあ、そんなことが今のエリートの趣味になっているわけです。でそうするとですね逆じゃないかと、あのー、今まで、えー、高級者になって大きな家に住んだり三つ星レストランに行ってた人たちを否定しているのか、まあ、そういうことに なるわけですねであそれと一方でですね、まあ、形式的だったり国際的だったり文化を好む、まあ、こういう傾向があるということですね。でなぜそうなったのかっていうと、まあ、2つ理由がありまして、まあ、1つは高級な文化と大象の文化の差が、まあ、70年代以降あまり明確ではなくなっていろんな人が高級料理屋さんに行ったりすることができるようになったと、まあ、こういうことですね。なんでまあ、あの再化がしにくくなったと。 なので、まあ、高級料、高級なレストランに行くことがシンプルになってしまったので、今度それを否定しなくてはいけなくなったみたいな、まあ、そんなところがありますが、一番重要なのは、ですねやっぱり70年代以降、まあ、68年以降ですね、あのー、やっぱりそのスノップであるということが批判の対象となりましす、あのーまあえー。音楽はクラシカルミュージックしか聴かないみたいなあの、そういう人たちっていうのはスノップ、そういう人たちが批判の対象となります。 でまあ、それがあ,のあってです、ね、スノップはクールではないと、まあ、こうなっていくんですね。でそうするとです、ね、じゃあ、今のエリートたちは、再下卓越化してないのかっていうと、実はそうじゃなくて、あのクールであると考えてるってことはあの、クールであるっていうことを求めている再下卓越化をしているわけですね。だから、まあ、ややこしいんですけど、再下卓越化を否定するような再加卓越化をしているっていう、非常にややこしいことを今のエリートは。 やってるっててるいうことなんで,すなんで我々この社会を読むとくっていうのは非常にややこしくなってきたっていうような話です。でちょっとまとめますけど、まあ、今日はそんなぐらいしかお話できないんですけど、えっと、文化を読み取ってえ作っていこうよという話です。でそれによって自己表現に結びついた活用を生み出すことができます。しかしながら文化には上下をつける傾向がありますので権力が潜んでいるというややこしさがありますの、ね、でそこまで含めて理解しましょうと。 でまあ、文化っていうのは、まあ、なかなかややこしい、理解するのはややこしいんですけど、人文社会学っていうのが、ですね、まあ、文化を読み解くのをずっと仕事にしてきているっていうことがありましてで,ですねあの、そういうことをヒントにしながら、文化を読み解くっていうことを、まあ、今回のプログラムではやっていきたいというふうに。 考えてま,すまあ今日はちょっとあのラグジュアリーの会っていうのもありますですねエリートにちょっと焦点を当ててますが、まあ、そうじゃないサブカルチャーとかも含めて、ですねあの文化の読み解きっていうのには、まあ、人文社会学がヒントになるだろうと、まあ、こういうふうな話です。はい。時間大丈夫ですだったでしょうか。はい、ありがとうございます。時間オーバーです。大丈夫です <laughs> ですは えっとまあ、今の趣旨説明でどれぐらい伝わったかどうかよくわからないんですけれども、わからないときには皆さんのチャットにぜひ書き込んでいただきまして、例えばあの非支配層から何かっこつけとんねんとか、まあ、そんなんでも全然構わないので、どしどし投げか,かけていただけたらなと思いますので、これから実際にその期待のもと、あの登壇としてゲストにお招きした方々にお話しいただきたいと思いますので、まあ、先ほどの山内さんの期待に、えー、皆さんのご経験からいろいろ教えていただいて、みんなで勉強できたらと思っております。では、まず最初に安西さんからお願いをいたします。 15分ずつお願いをしているんですけれども、あのプライベートチャットで、多分事務局からそろそろ終わってくれっていうプッシュがいるかもしれませんけれども、頑張っていただけたらと思います。ではまず、安西さんからよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、始めます。はい、えとまず、この人、えー、フェデリカ・カルロットっていう人がいて、この人はロンドンのササビーズ・インスティュートっていう、まあ、オークションハウスのササビーズを持ってる学校ですね、ここでラグジャーリーマネージメントを教えてる女性です。 で彼女がこういうことを言っています。ラグジュアリーというのは文化の駆動力になると。要するに、え企業価値以上に社会的あるいは文化的なところで占める位置が非常に大きいと。でつまり、ラグジュアリー高い精神性だとか深い意味を持っていて、それが人々を支えていくというわけですね。だから、すな,すなわちラグジュアリースタートアップであろうと深い意味を打ち出していけば、 価値がが出るとというここまずこれが1人目です僕は今3人の人をちょっと紹介しますね。で2人目、えっと、エツオマンジーンです。彼はソーシャルイノベーションの世界にデザインを持ち込んだ人ですね。その中では世界で、まあ、第一人者ですね。で、彼がこういうこと言ってます。問題解決とセンスメイキングがあると。これは、まあ、デザインの役割として。で、両方がその 独立してるわけじゃなくて相互に関係していくわけなんだけれどもおよそ問題解決はインフラ構築に至ってでセンスメイキングいえば意味形成の方が文化を作るに貢献するということを言ってますそれが2人目ですで3人目3人目です3人目はこれエデルト・チシゴイっていう彼女は弁護士です で弁護士で彼女の、えー、と分野はどこかっていうと環境問題とラグジュアリーなんですね非常に珍しいですで彼女が言ってるのはこういうことですイタリアで環境に関する最初の法律ができたのは1920年代ドイツやフランスはもっと後だとでここの時に、えー、注意すべきのはどこかっていうとその法律が、えー、自然環境だけじゃなくて文化遺産や景色 日もカバーしていたってことですねこれが一つ。で、もう一つ彼女の発言で非常に面白いのは、うん、熟練した職員によってこう作られた凝った製品がこう例えばラグジュアリーのものだとよく言われるがちなんだけどもそれは要するに高いスペックのものに過ぎないで、実際はそのものがどういうふうに扱われるかによってラグジュアリーであるかどうかが分かると。で、実はこれはあの今日掲載される でこの3人の話をベースにこれから話します。で、まあ、今回その価値創造人材教育というふうなプログラムになってますけどもそもそも価値を作れない人間なんているのかこの世界に。というとこから始めます。 でブルネロ・クチネリという、まあ、イタリアで成功したえエルメスと同等と評価されるえブランドのファッション企業がいますで。彼がこういうことを言ってるんですよね。その人間らしい付き合いをお互いにできればおのずと創造性が発揮されると。よくその創造性を発揮されるためのトレーニングだとか、えー、ワークショップだとかいろいろなことが言われるけどそうじゃなくて。 一番最初に起点としてあるのは相手の尊厳を人間としての尊厳を要するに守ってあげることだとこれがスタート地点。そういうふうに彼は言ってますでアメリカのまあ心理学者のスティーブ・ピンカーが人類の歴史において、えー、暴力による死亡件数は減っていると言ってますよねでじゃあそれによって21世紀の この現代人間らしい生活ができるようになっているのだろうかっていうふうな問い方でまあ国によっていろいろ事情が違いますよね。でただまあ少なくとも今の先進国に住んでる人たちはよくはなっているだろうなとなんとなく思ってる。でもそれにおいても先進国以外の地域で起こっているいろんな紛争だとか いろんなところがあるとあるいはいや先進国の都会の中においてもいやいやまだまだと思うのが実感ではないかなと思いますそうするとポイントは人間らしい人々日々を送れる人間らしさを尊重する文化を作るのが一番コアとしてくるだろうということになりますねでルネロ・クシネイリーはま,まさしくそれを目指しているんですね で彼自身は、えー、貧しい農民の子どもに生まれたわけです。で生まれたんだけどそれによって彼がその辛い思いしたことはなかったんですよね。でただ彼が中学校の時にお父さんがその農民を辞めて近くのセメント工場の行員となって働くようになる。でそうするとですねその明るかった父親が非常に暗い表情をするようになるなぜかとというとその父親が働いてる。 まあ工場の現場において非常に人間らしい扱いを受けないことが多々あってで非常に落ち込んでいたわけですね。でまあその時にそのう、まあ、青年であったクチネリーフルネエクチネリは自分が大人になったら、えー、こういったことがなくなるような人間らしい生活ができるような労働環境を作っていこうということを考えて彼は20代の半ばで創業するんですね。1978年ですで まず始めたのがカシミヤなんですね。で、その頃、えー、カシミヤというと、男性用の黒とかグレーの地味なものが多かったのに対して、彼は女性用の、えー、カラフルなカシミヤを作って、で、それがまあ、ヒットするということから始まります。で、次に彼が行ったのは何かというと、1985年なんですけども、このソロミオというここの写真にある丘の上の町ですね、ここに本社を移し、 でここは中世からの町なんだけども、まあ、当時非常に荒れ果てていた,ったりでそれを着実にその再生していくんですねで再生していくだけではなくて、えー、劇場を作ったりとかあるいは職人の学校を作っていくということをやっていきますでこの丘の上の町がの整備が進んだ後次彼は何やったかっていうと、まあ、2014年から始まったんですけども 平野部の風景を美しくするために手をかけた。で、まあ要するに彼はハドリンアスって要するにローマの時代の皇帝ですけども彼の美しさに責任を持つということを引用しながらこの平野を美しくしていくと。で、これが2018年にこの平野を美しくするプロジェクトが終わって次に何を始めたか。で、これは 今年発表した内容なんですけども、2024年、このソロメオという町、実はこの村ですね、500人ぐらいのところ、ここに40万から50万冊の本を収めるその図書館を作ると,ということを発表しました。で、40万、50万っていうと、どのくらいのレベルかっていうと、まあ、例えば日本の、えー 図書館を調べてみたんですけど例えば埼玉市だとか、えー、あるいは静岡市だとかああいったところの要するに県庁所在地のあるところの私立図書館がこういったレベルで,ですねでそういった図書館を、うん、まあこの500人のところに作るでその内容っていうのは総合図書館ではなくて、えー、哲学建築文学史それから 職人仕事に関する本を、まあ、世界中から集めてくると。でそれによって彼は人間らしい世界を作るために貢献する、まあ、書籍をに要するにフォーカスするということを言っています。じゃあ彼,彼のその本業であるファッションについてどうかというと彼はいわゆる奇抜なデザインで驚かすようなそのファッションを作ってるわけではなくて。 いわすでにあるファッションのアップデートに注力してるんですね。で、ここが要するに彼の例えば風景を美しくするとか、あるいは人間らしい生活をするために何をすべきかという路線と合ってるわけです。で、その実際にの彼のブルネル・クシネリの企業広告のイメージ写真がこれです。通常、そのファッション企業っていうと、 ニューヨークだとかパリのどこかの都会の風景がよく引用されますけども、紹介されますけども、彼はソロメオのその田園風景の中に,にあるこういった食卓を,を、まあ、演出しているわけですね。でなおかつ、ここにある、えー、言葉は何かっていうと、ギリシャの賢人の言葉で全ては土地から生まれるということを言っています。つまりその ユニバーサルな価値そ、それこそ人間らしい生活をするとか、こういう価値とローカルにある知恵や習慣を結びつけていくと、そういったところでブランドを作っていって、それが一つの新しい、いわば文化の表現となっているということになります。で、こういった形をし、まあ、目指しているのは、こういったブルナレクチネイだけではなくて、例えばモレスキンなんていうのもそうですね。 でまあ、ヘミングウェイが使っていたがゴッホが使っていたというふうなことをよく言われるんですけどもこれはその黒い革の,そのバンドがついているこういったタイプのことをまあ指していて実際モレスキンという商標登録されたのは1997年ですミラーの会社がありました。で、まあ、そこのコンセプトクリエイターの、えー、人が言ってるのはモレスキンは欧州にあるコスモポリタン文化の継承者であると。 いうことを言ってるんですねでもう一つ、もう一社、これはあのハンガリーのファッションメーカーの人です。で彼らもえローカル文化をベースにしながらハンガリーにある、えー、ボヘミアン文化をコンセプトにしてる。で、これはハンガリーの,そのボヘミアン文化っていうのはそれなりに、まあ、ハンガリーの外でもみんな評価してる、定着してる、まあ、コンセプトですね。 やっぱりこういったものと自分たちの意があるローカル文化をつなげていくということが一つの形になっています。でこういった要するにラグジュアリースタートアップとかあるいは、えー、まあ口年齢はまあスタートアップではなくてもいわばエスタブリッシュされ始めてるんですけどもこういった物件どういうことかっていうと、まあ、21世紀の この20年間ぐらい、あるいはまあもうちょっと言うと30年間ぐらいですね、えこういったラグジャリーはですね、非常にアメリカの戦略コンサルタントのベンドカンパニーのミラノオフィスがオピニオンリーダーとなっている。で、彼らがこのに去年の年末に言ったことが非常に象徴的です。で、この業界は、このラグジャリー業界は2030年まで劇的に変わると彼らは言っているんですね。 で、もはやその高級品業界という言い方をしなくて文化と創造性に秀でた商品が意味入り乱れる市場になっていくということを言っています。したがってこういった今まで話をしたラグジュアリースタートアップという形がより求められていてでそこにはその深い精神性だとか深い意味が求められているということですね。で、まあ 来年度のこのプログラムの中で僕自身が話そうと考えたのは4つあります、ポイントとして。で4つ、まずその1つ目は異文化理解とそのエレメントの表現の仕方。どういうことかというと、えー、ラグジュアリーが認知される、ラグジュアリーと認知されるのは、えー、いろいろ国によって、あるいは文化圏によって違うわけですね。グローバルに同じように、えー、評価されるわけではない、認知されるわけではない。 からもう一つのポイントで言うと、えー、最近その文化の盗用ということが言われますねしたがってそういった問題について、えー、お話ししていきますで2点目その闘病すべき文化遺伝子の設定と選択でこれはどういうことかっていうとそのローカル文化が非常に重視されるんだけどもじゃあローカル文化って と自分がが住んでででいいるるるあは育ったとととこころがどうてきるのかっていうことですね日本に生まれて住んでいても例えばアメリカの文化に対して非常に親近感があってそこにその自分の、まあ、文化アイデンティティーをそうなんていうかな使いたいと思う人がたくさんいるだから日本で生まれて日本で育って日本のパスポートを持っているからじゃあ着物を着てとかあるいは着物のエレメントを世界に発表する。 こういった発想が実はどうなのかということですね。こういった話をします。で、3つ目としては歴史の切り取り方です。で、これは先ほどのその例えばモレスキーなんかもそうですね。どうい？その長ければ老舗であって、長ければハイブランドになるのかということではなくて、どういったふうに長く評価される世界にある価値と近づけるように、その歴史をどう切り取るかということになります。 で最後ののつ目これは全体性ケアです要するにビジネスが既にいわばビジネスをしていればいいわけではなくて社社会会との関係が社会に今問われてますよねでその時に当然支援に入ってくるのがまあ文化であったりするわけなんですけどもそうするとそこにおけるソーシャルイノベーションにある風景として必ず政治が入ってくるわけですね。 しかしながら、別にこの政治家になるとか、政治的活動をするということではなくて、この我々が今、直面するそのビジネス、あるいは文化の創造において、政治がを見ないようなふりをしてはいけないようなタイミングになっていると、でこれをどう考えていくかということが4つ目です。で、この以上の4つを中心に、来年お話しできればと考えていますす以上です、はい、安藤さんありがとうございます。 あのいい話しすぎて止めようがなかったんで、ちょっと止めれんままいきましたけど、ねあ、あれ、オーバーしちゃった全然大丈夫です。あの僕の僕のので短くしますんで、もう次いっちゃいましょう。あとはパネルセッションの方で拾ってもらえたらと思います。では、中野さん、よろしくお願いいたします。中野さん、いなくなった。<laughs> 中野さん、中野さん、消えちゃったから、前澤さん、さっき聞きますか。 中野さんがちょっと復帰するまでちょっとよくわからんですけど、前田さんいときましょう。これ時間もったいないんで、いいですか前田さん。すみません、はい、お願いいたします。すじゃあ中野さん復帰してあの順番を入れ替える形でいきたいと思います。これでも画面共有誰の？中野さんが画面共有されてるので大丈夫だと思います。ああど中野さんはい、はい、中野さん大丈夫ですかね。お願いします。 声がミュートになってます<あ> <laughs> 声がミュートだっただけなんですね。<laughs> はい、声がミュートになってますね。はい、はい、すいません。願いします画面は出てますか画面見てますです。はい、はい、大丈夫です。ごめんなさい。あ失礼しました。じゃあ中野さんでお願いしますあ。ごめんなさい、失礼しました。はい、えー、っと、ではあの、ラグジュアリービジネスと文化。 あの、あ、ごめんなさい。ラグジュアリーとビジネス文化というテーマなんですけれども、あの、とても交渉でハイセンスの話があの続きましたが、ちょっと卑怯な話で、ちょっと召してるになったら申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、この一週間で私がラグジュアリーとビジネスと文化について考えるヒントになるかなと思った事例を3つ紹介します。 まずあの、こちら私、えっと、今週の月曜日、帝国ホテルの第14代の総料理長になった、あの、杉本優さんと対談したんですけれども、その時に杉本さんがあの出してくださった、えっと、ラグジュアリーでサステナブルな新しい料理がこれなんです。これ何でしょうか何 <laughs> だと思われますかこれポテトサラダなんですね。 あのこれまで廃棄されていた皮をあの捨てないように、えー、と使ったポテトサラダですで。その皮がどこに使われているかというと、あのまず上の、えー、茶色いジュレの部分ですね。でそして、えー、と上にちょっと立ってる皮あの、フライにした皮。そしてもう一つが手前にスプーンの上に乗っている、えー、茶色い、えー、ソルトですね。 このように皮がこのこれまで廃棄されていた皮がこの3つの違うものになってこのゴージャスなラグジュアリーでサステナブルなポテトサラダとして変身したわけですね。で、あのさらにあのお土産としてこんなものまで生まれるんですあのサステナブルソルトあのポテトの皮で作ったソルトですね。というふうにですね、えーっとまああの 杉本さんは何を考えたかというと、お客様に、えー、帝国ホテルとしてのラグジュアリーを提供したい、えー、と同時にこの時代の要請に合うサステナブルな料理を作りたい、でこの一心でもう廃棄をなくすためにこう、ありとあらゆることを考えて、であのこのような価値を生んだわけですね。人間的な創意工夫に高い価値が生まれているという事例です。 同時に、あのここにあの新しいビジネスチャンスも生まれているということがお分かりかと思います。事例その2です、えーっと。押し立てスーツの世界、ビスポークスーツなんですけれども、あのやはりコロナであのスーツの世界もちょっと大変になって、多くの方があのリストラされたりしました。 でこれあるテーラーの話なんですけどもあるテーラーにあの2人、ものすごいあの、えー、と人気テーラーがいたんです。 一人が知識や技術や品格やすべてにおいて圧倒的に総合的に優れたテーラーなんですね。もう、あの、本当に、えー、日本で一番いいテーラーは誰かって言っても、なんかその方の名前が出てくらいすごいテーラー。で、もう一つ、もう一人がですね、採、えー、寸時にもうくっだらない親父ギャグばかり行って、で、客を笑わせてることで、こう人気のフィッター。フィッターっていうのは、こう採寸したり、えー、と、まあ、仮縫いの、 押したり補正したりする、まあ、そういう方なんですけども、がいて、でえー、社長さんはどっちを解雇したかというと,あのに、えー、と、ギャグを言ってるばっかりのフィッターを解雇したんですね。で、そのフィッターは結果として、の他のところに、官ラーに就職したんですけどもあの、この経営者がその後、その判断が間違っていることに気づくんです。 お客さんんがごっそりフィッターについてったんで,すよ、ね、<laughs> で、すあの、このフィッターは、あの、笑わせながら、お客さんを笑わせながら、一番お客さんがこう、リラックスした形で、えー、っと、まあリ、リラックスした形に体を持っていかせて、で、その状態で再生するっていうことに、実は成功してたんですよ。で、まあ、幸運と両方と名付けてしまいましたけども、幸、ま、運、あ、的なことが、あの、もしかしたら、これからは、えー、価値が、 薄くくななっっていいんじゃないかと思たた事例でしたスキルやスペックよりも本質的な人間らしさから生まれたものに何か人は価値を見出している、うん、ということにちょっと,、えーとま、気づいた事例でした。で3つ目です。で3つ目があのこの、えーま、今年で創業20年ぐらいになるあの、ま、新宿三丁目にあるバーなんですけどもここを何ていうかいわゆる あの、女性を口説くようなセクシーな場と真逆を言ってるんですね。あの、まあ、このようにや闇、孤独、色気なし、清掃と書きましたけれども、あの、真夏でもつ揃いを着て、帽子をかぶっているような方が、こう、一人で来て、それで、あの、背筋を伸ばして、で、一人で、こう、なんかこう、ン視、それこそン視木工して、そして、 はマキを1本か2本吸って帰っていくっていう、なんかそういうバーなんですけれども、本当に時代と逆行しているようなあの印象なんですけれども、ここがあのお客さんはここを潰したくなくて、もうコロナの間でもこうありとあらゆる援助をして、あのコロナの,、えー、その危機を、まあ、そのお客さんたちが守って乗り切ったという、そういうバーです。 バーのカルチャーを見ていて思ったんですけども正しさとか常識とかと距離を置きたいこの一時の人間の本音みたいなものその尊重に高い価値が生まれているのかなと思いましたそこに共感する人たちのコミュニティがありそこから独特の文化が生まれているんですよねというような卑近な例からもしかしたらラグジュアリーとビジネスと文化 を考えるるヒントになななんじゃないかなと思ってて出ししみました私もちょっと今答えが見つかっていません。でですね、そもそも、まあ、ラグジュアリーラグジュアリーと言ってますが、そもそもラグジュアリーとは何かなんですけれども、まあ、ラグジュアリーの意味は時代に応じて変わり続けています、刻々と。でも人類はもう古くからラグジュアリーを必要としてきました。ラグジュアリーがなかった時代はないんです。 もともとラグジュアリーっていう言葉、あ英語でラクシュリーっていう発音しますけどもあの、まあ、語源はいくつかあってで、それを私はそのたくさんある語源を大きく3つに分類してみました。そうすると、えー、とこんな3つの意味が見えてきます。まず光。2番目としてハンモ。まあ、そこから豊かさという意味が読み取れるんですけども。でも、えー、3つ目として、えー、とラストですね、色欲。 でそこから誘惑という意味がちょっと、えー、私はこうあの、まえーま、解釈できるんじゃないかと思うんですけども、つまりあの、えー、ずっと人類はこのラクシュアリーにおいて、えーま、このようなものを必要としてきたんじゃないかと思うんです。えー、光。その時代を輝かせるもの、光らせるもの。 あるいはまあ人でもいいんですけども。そして、豊かさですね。まあ、何を豊かさと見るかっていうのは本当に時代によって違って、それこそ、あの、本当にご飯と味噌汁だけが究極の豊かさだっていう、そういう世界もあるわけですよね。でそして、誘惑的なもの。うん。やはりこれがないと、この3つがないと、やっぱり人間って生きていけないんじゃないかというふうに思います。 で具体的に、まあ、どういうものがラグジュアリーとされてきたかとか、まあ、誰がラグジュアリーを必要としたかなんですけども、えー、と今日は例を2つだけ出します。まず、えーまあ、例えば16世紀ですね、チューダー朝です。チューダー朝の子孫の、えー、と左右側がヘンリー8世、で左側がその娘の,あのエリザベス1世なんですけども、まあ、ヘンリー8世も、えー、とダイヤモンドとルビーをしっかり、えー 飾りままくってますが真ん中のペンダントの黒いものは実はダイヤモンドです。この時代のダイヤモンドっていうのはまあこんな風に黒く描かれています。で、えー、この胴体にポツポツ白く出てるのはこれ下になんですね。理念がまだあの えと財産目録として登録されていた時代でこんな風に、えー、高級な理念をこう下からつまみ出してそしてルビーでつなぐというのはなんかものすごい、えー、ラグジュアリーなんですけどもで娘の方は、えー、天然真珠でじゃらじゃら飾ってますねで三木本幸吉が養殖真珠を発明したのがもうあの19世紀の終わり頃で普及し始めるのが19世紀の終わりから20世紀にかけてで,で、えー、この時代の天然真珠っていうのは人が人あのこう命をかけて 海に潜って、えー、取ってきたもので非常に、えー、高価なものでしたで希少で、えー、高価で、えーまあ、その人に威信を与えるものこれがラグジュアリーとして求められて、えー、いました で19世紀になるとあの時代が変わってきます。産業革命によってこ資本家が勃興し、えーまあ、これこそさ先ほど山内先生がおっしゃったあのブルュドゥのディスティンクションの世界ですよねで。ラグジュアリーブランドが続々誕生します。でえーまあ、そこではブルジュアを輝かせるう社会的に認められた高級品というのが求められて、でその高級品がサイ,サイの印、ディスティンクションの印。 あるいは曖昧なステータスの保証として機能ラグジュアリーとして機能して、えーまあ、そのラグジュアリーブランドもあのそれによって流盛していくわけですちなみにあの私はイギリス紙を専門としてたのでもうちょっとイギリスの話をしますけれども1800年代の創業のイギリス紳士ブランドにはこんなものがあります今もありますね 続いてますダンヒル、バーバリー、クロケット・ジョーンズ、エドワード・グリーン、アクアスキュータム、ロイヤル・トルトン、トリッカーズ、チャーチなど、すべてこのなんかこう、ジェントルマン文化と密接にくあの関わっているブランドで,であの、これも面白くって、ただこういうあのブランドを持ったところで真摯になれるわけではない。いやまあ、で、なんで真摯にならなきゃいけないかというと、この時代のジェントルマンっていうのは支配層なんですね。 であのただ、えーとまあ、中流階級の人がこの支配層に行くためにはこのジェントルマン文化の中に取り込まれなければいけなかったでそれであのみんなジェントルマンになろうとしたわけなんですけども紳士、まあ、にふさわしい持ち物を持ったからとて紳士ではないその持ち物に、えー、っとふさわしいマナーを身につける必要があったんですで服装はあのやっぱり TPO に応じてもういろんな着分けをしなくちゃいけなくてでその服装のルールも知っていけ いいなきゃいけないでその、えー、さらに行動規範があり、えー、紳士はどうあるべきかという議論も生まれと結果としてそこで紳士文化というのが醸成されてきますよねでそのなんか紳士文化がこうあまりにも大きくなってしまって今実はジェントルマンの実態っていうのがあまりなくなってるんですよこうあの多文化主義が進みすぎて。 でも、この実体がなくなっても、そのジェントルマンの文化遺産っていまだに残っていて、でもこれを利用したこのブランドビジネスっていうのが、こう、今なお成立しています。これが例の2番、2つ目ですね。 でまあ、その後20世紀どんどんあの新しいこうラグジュアリーの意味っていうのがこう更新されていくんですが、まあ、それをまたえと講座の本講座の中でお話しするとして、えー、と今につながる話をしますとあの2000年代にあのいわゆる、えー、ハイブランドの大衆化っていうのが起きるんです今,今ラグジュアリーブランドハイブランドと呼ばれているものはフランスのルイ・ヴィトングループケリンググループがほとんど そこがこうあまりにもこうあの、P、大量生産し、えー、グローバリズムを進めすぎたゆえに大衆感を起きて、えー、ちょっとあの、まあ、作りすぎて、あのーまあ、品質を管理じゃないあの価格を管理するためにちょっとあの燃やしたりするブランドのニュースなんかも出てきましたよね、まあ、持続不可能性というのが明らかになってきましたで今ラグジュアリーの大転換期というものに入っております でここで一つ、えー、と旧古いラグジュアリーと新しいラグジュアリーをこうあえてバッサリと分けてみると分けて考えるとするならば古いラグジュアリーにはこんなあの要素があります。情報や文化格差がある世世界界ででのの富中心の世界観ですねでここではやっぱりラグジュアリーというのは排他的特権的でなんかそれを持つことによって階級や名声を与えられるそんなものでした。 カトリック的な感じですね。でそれに対してあの新しいラグジュアリーっていうのは私たちがこれからこ,うこっちに持っていかなきゃいけないっていうニュアンスを込めての新しいラグジュアリーなんですけれども文化拡散がなくなる中での,あの人間らしさの本質的な価値を追求するようなものでそれはむしろ包摂的で文化創造やコミュニティ形成につながるもの そんなものになっていかなきゃいけないんじゃないかと。プロテスタント的なラグジュアリーですね。という、えー、違いがあります。でも古いからといってこう全部なく,しちゃいなくしていいっていうわけじゃなくて、もう古いラグジュアリーもあのずっとこの一つの価値観としてこれからも残っていきますし、それこそこうイギリス的にあの古いところといあの新しいところの,あの中間をとってアングリカンチャーチ的に中道を行くというような、そんなラグジュアリーもあの あっていいいと思いますそれこそ先ほどあの安西さんがこう出してくださった、えー、文化と創造性に引いてた商品が入り乱れるですね。本当に多様に入り乱れる世界が検出してくるんじゃないかなと思います。<laughs> えー、ちなみに <laughs> あ、そろそろ時間でが、ね。<laughs> はい、そろそろ時間これで終わりです。<laughs> ちなみに現在はコンシャスラグジュアリーというのがキーワードになっております。でラグジュアリーの、えー、意味がこうどんどん2000年代に入ってこうあの求められて。 レスカルラグジュアリー、リスポンシブルラグジュアリー、サステナブルラグジュアリーなどいろいろ問われあのー、続けて、無現在は、コンシャスラグジュアリーでなければいけないだろうという,ようなあのは、えー、まあ空気になっていて、まあコンシャスラグジュアリーってはどういうことかというと、まあ意識しなきゃいけない、何に対してかというと、自分の本質。 そして地球環境全体ですね。で、そこに意識を向けることが新しい価値、新しいビジネスチャンス、そして新しい文化を作ることになるだろうという、そういう、えー、っと、まあ、まあ、希望も込めて、あの、講座を、えー、作っていきたいと思います。はい。ありがとうございます。すみません、はい、ちょっとラグジュアリーな席払いができなかったので、あまだちょっとジェントルマへの道が遠いんですけど。はいはい、では、次、前澤さん、よろしくお願いいたします。 はいお願いします。これは見えてますか？はい見えてます。はい、そして時間になると容赦なくセキュ入れます。はい。わ <laughs> かりました。はいお願いします。あとですねデザインの脱色民知化について話したいんですけど、今えっと世界各地でうんとそれぞれの国がえっと所有している文化財とかあるいは大学の教育のカリキュラムの脱植民地化ということを議論しています。 どういうことかというと、例えば美術館では、その所有している美術品が、彼らが例えば植民地時代に創始国だった場合、その時に盗んだり、不公平に奪ったりしたものではないかという議論だったり、あるいは大学の場合は、大学で教えている教師の人選、カリキュラムの内容といったものが、特定の人種、あるいは特定の文化背景のある人に有利になるように組まれてないかどうかということが議論されています。 特に最近この,あの動きが広まっている理由と一つとして、MeToo だったり、Black Lives Matter といったムーブメントが一役買っています。こういった運動がより多くの人たち、あの問題に関わらず、多くの人たちにあの存在を明らかに、そういった問題があることを明らかにして、社会の構造だけだけ。 ではなくて、あの文化における人種であったり性別的な特権つまり白人的ではないか男性的ではないかそういう偏見がないかっていうことをあの見直していく歴史の見直しをしていくということが進められています。でもしかしてここ,こ,こに来た時にあでもこの問題はまあ白人の植民地と関係なかった日本はまあ関係ないかなっと思うかもしれません。でも 今この脱植民地化っていう意味があの広くなっていて植民地自体に関係のあった国直接的な関係があった国だけではないっていうあの面があります。 とこちらの,あの意味、あのえー、っとクオートはリテラリネスっていうあの英文学、英語理論に関する学術論文を挙げているプラットフォームからちょっと抜粋してきたんですが、その中でディコロナイゼーション、脱植民地化について、えー、っとこのようにかか語っています。 つまりあの今の今日の脱植民地化が表面には社会の表面には見えてこないような部分も含めてあらゆる形の植民地主義的権力をあの明らかにして解体にして,していくでそういうプロセスを意味するようになっていますつまりあの直接宗主国だったか植民地だったかにかか,かわらずすべての社会すべての文化にあのそういうものが存在している でそのしょ植民地主義的考え方はどういうことかっていうのをもうちょっとシンプルに言うと文化的、えー、政治的社会的に権力のある考え方を、えー、それだけがその社会における唯一の正しい考え方だとして指示することだと思います。で例えばですね具体的に日本の文脈でどういうことがあの考えられるかなっていうとあのこんな質問がないかけられるかなと思います。 私たちがこれが、えー、日本の正当な文化であると思っているものを誰がどうやって決めたのかそしてその正当性を支持することによって社会の私たちは社会の何に貢献しているのかあるいは加担しているのかということですでここからですねあの特にあの私の専門であるグラフィックのデザインにおける脱、えー、植民地化についてちょっと紹介して具体的にあの説明できたらなと思います こちらの,あのクオートはアイガというアメリカンインスティテュート・オブ・グラフィック・アーツというあの団体があるんですが、その団体が運営しているメディアの中で、えっと、デ,ザインのデザインにおける脱達植民地化について彼らはこう指摘しています。デザイナーが作品を作るには、インスピレーションを感じ取るセンスが必要ですが、センスというものは私たちが育ってきた環境から作られる、得られるものです。 しかしデザインの価値といった歴史といったものはヨーロッパやアメリカの男性デザイナーの作品を中心として教えられています。 でそれでですね例えばデザインの歴史を見ていくと、まあ、デザインの歴史はウィーアム・モリスのアーツ・クラフト運動から始まってバウハウスに行ってでその後いろんな国で例えばスイスでイントナショナルスタイルっていうあのグラフィックなスタイルが生まれてっていうまあ歴史があるんですけどもこういった歴史っていうのが、まあ、日本で学んでいてもヨーロッパで学んでいても同じ内容の歴史をこれがデザインの歴史ですとして学ぶわけです。 こういったことが何の議論になるかなといえば、例えばあのこの今見せている2つのデザインはどちらも同年代、えー、と1930年前後です、ね、に考案されたデザインなんですけれども、例えば左側はアニアルバース、バウハウスのデザイナーが、えー、とデザインしたものなので、これらはデザインとして学びます。で右側のデザインは何かというと、これらはあのガーナのテキスタイルですね、同じ時期にデザイン。 あのされれたたものなんですすがこちらは工芸品として扱われたりするわりる次にあのじゃあ日本ではどうなんだっていうのを見ていくと分、まあ、かりやすい例として浮世絵があると思いますが浮世絵っていうのはその時代にはあの広告やチラシ、まあ、浮世絵だけじゃなくて木版画ですねなんかそういうものは広告やチラシとして、えー、あったわけですなんですがあのグラフィックデザインの歴史として捉えるというよりもそこから独立した美術品として私たちは捉えています でも、ウィリアム・モリスの時代なんかとこう比べていくと、まあ、同じ時期、ウィリアム・モリスがアーツ・アンド・クラフト運動をやっていた時期に浮世絵はピークを迎えていたわけです。で、日本はその時にまあ鎖国をしていたんですが、えー、っとその後、明治維新などでがあって、まあ、開国をして、で工業化、まあ、近代化を進めるわけで西洋的になっていきたいということで、でまあ、浮世絵の生産がそこで落ちるんですね。でも、開国したので、そういった受け入れの,ものも といったものが外に出ていくわけです。外に出て行って、19世紀の間に、それにこうインスピレーションを受けた西洋のアーティストたちがジャポリズムであったり、アールヌーボーといったアートムーブメントを起こしていって、で、それが、ま、再定義されるわけです。私たちが、え、日本で使っていったものがアート。 インスピレーションとして再定義され、逆入り日本に逆輸入されるわけです。そこからあのまあ、私たちは美術品として捉え始めるわけなんですが、そういったこうことがあったっていうのをまあ交差して私たちは学んだりしませんで。また右側にあるものなんですけれども。じゃあ日本の正しいグラフィックのデザインはえっと。歴史はいつから始まったんだろう。っていうと。まあ私たちがよく思い出すのは、上倉優作さんのこの右側のオリンピックのあのものとかだっていう。う にあるような戦後に作られたグラフィックデザインなんですねただその戦後のグラフィックデザインっていうのはそ,れそのデザインを作ったデザイナーたちはバウハウス的教育を受けてでそのセオリーをあの日本にアダプトしていった日本にあの日本でそれを作っていったっていう人たちってうそういう背景があるんですが、まあ、そういうこともまあ抜けてあのこれが正しい日本デザインであるっていうふうに考えたりしてしまうわけです。 で次にまあ現代の文明で考えてみます。まあ、私たちが魅力的だなと思うデザインの要素について例えば考えてみると、左側のようにまあ白人のモデルが広告にいた方がかっこいいよなってまあ思うかもしれません。あるいはまあ英語で右側のようなポスター、英語で書かれているポスター、やっぱかっこいいよなって思うかもしれません。でもなんでこんな風にこうにかっこいいよなって思ってしまうんだろう。まあ、そういう風に考えていくことがあの植民地主,主義的な私たちが持っている あの無意識の植民主主義的な考え方に気づくきっかけになるかなと思います。でもここで一個気をつけたいのが、あの植民地主,主義の影響を頭ごなしに否定して、他国からの影響、文化の影響が悪であるというふうに思ってしまって、ナショナリストになってしまうことですね。でそうなっていくと 例えばその中で起きているユニークな発展であったり革新的なデザインが生まれているっていう事実をあの見過ごしてしまう可能性があ,りあ,る,あるんです。でこれちょっと紹介したいくつかのデザインがあるんですがこれまでお話ししたように日本のデザインの文化っていうのはいろんな他国のあからの影響あ多様な影響が混じってできているわけですが。 こういった環境でデザイナーが育んできたセンスがあのユニークだって評価されている、外国からも評価されるっていうあの事実があります。特にグラフィックデザインではタイプグラフィーっていう、まあ、文字を使ったデザインであのよく現れてくるんですけれども、あの私たちはこ,この今左側に2つ、えー、作品並べていますが、これらはあの私と同世,代の同世代のデザイナーで。えーと 左側はカセトールさん、右側、の真ん中にあるのは三重の龍さんという方のデザインなんですけれども、このようにあの私たちはうんと英語を記号として慣れ親しんできたわけですね、言語としてではなく、でそれで日本語と一緒に使ったりしてきたわけで、それによってこう英語を母国語としている人からすると、思いつかない並び方だったり、スタイルだったり、あの文字の形っていうことをあの発案できるわけです。 でそ,そういうことによってこうあのユニークであるという評価を受けているわけですね。で、また右側の作品なんですが、これちょっと手前味噌で気をなんですけど、私の作品で。で、あのこのデザインではあの2つの,あの異なる言語の文字を使ってあの表しています。 でその文字を解体して模様のデザインにしているわけなんですが左側の,あのピンクとレンジは日本語の文字を解体していましてで緑と青の右側のものはアラビア語の文字をあの解体していますで上の2つはありがとうという意味の,あの日本語とアラビア語を解体したもので下の文字は、えー、と頑張ってとっていう意味のものを解体したものですであのこのデザインをするときにですねあのどういう,ようなプロセスでいったかというとあの、まあ、日本だと習字が あの文字を覚えるあのシステムの一つだと思いますけど書きき順で文字を覚えていきますよねでそのような、まあ、私は書き順のレンズがあったわけで,でその書き順のレンズであの他の言語を見ていた時にあの文字を解体できるなと思ったんです遊んで、それで遊んでいったわけですけれどもでそこから遊んでそれを基下的にあの文字の形をどんどん簡略化してシンプルにしていってで 文化的な文字の形の最小単位みたいなものをこう探していったわけです。で、それを使って。まあデザインをしてした。このデザインにしたんですけれども、それによってこう読めないけど、まあ、書くという身体身体的な記憶からえっ、ー、と文化的な意味だったり、文化的な何かが感じられるっていう。何かそのようなまあ試みなんですけれども。なんかそういったこうデザインの中でえっ、ー、と。 起きているユニークな発想あるいはオリジナルな発想っていうのは文化の交差いろんな文化の交差の中に起きているっていう事実があることを忘れてはいけないかなと思います。で最後ですねでこれがつまりデザインの処理立つ植物地下にはんとこの3つのことを頭に入れておいたらいいかなと思っています。でまず1つ目がですね文化は機嫌がただ1つであることは、まあまあ、ありえないということ。 そしてそれはまた定まりがな文化は定まりがないものでどんどん変わっていくものであるということそれをまあ認めて受け入れていくということがまず一つ目かなと思います二つ目が、えー、と自分がすでに持っている何がいいデザインなのか無意識に持っている何がいいデザインなのかという考え方をまあ一度疑ってで自分の価値観でいいデザインとは何かを選択し直していくということ で最後にその自分の新しい選択が社会にとってどんな意味を持つのか、社会との関係でどんな位置づけになっていくのかということを認識することが必要かなと思います。とこんな感じで今日は終わってみようかなと思います、はい。ありがとうございました。 4人のお話全部ボリューミーでラグジャリーだったんでここまとまりきらかったと思いますけれどもここからのパネルセッションという形で澤谷さんに紐解いていただきたいと思いますここからのパネルセッションに関しましてはモデレーターを澤谷さんにお願いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいありがとうございます、まあ、今回初めてお話聞いてみんなポッケッとしてるかもしれないですよねでちょっとですね最初にちょっと山内さんの方にと議論していきたいと思うのはその今回 準備としてエリートにちょっとフォーカスして語ってみましたとそのラグジュアリーというとエリートというふうにちょっと捉えられた背景についてねちょっと語っていただきたいと思うんですねでなぜそれ語っていただきたいかというと,とブラジルの,そのスラム街のファベーラファベーラにいる人たちってすごく創造的なんですよその文科省が求めている価値創造人材そのものなんですね彼ら何にもないので何でも作っちゃうんですよねそれでその中で 楽しむんですよダンスをして楽しむ、まあ、そういった人たちがいるわけですスラム街の中にもたくさんいるわけですねそういうことを考えるとその私たちがそのこのプログラムで考えている価値創造人間そして多分ラグジュアリーっていうものを持ってきましたけど今回変わっているとラグジュアリーが変わっているっていう背景の中で山内さんはなぜそのエリートと結びつけたかあるいは今回の話を聞いてそれが変わってきたかちょっとその辺りを教えてください。 なぜああいう言い方をしたかというとあの基本的にはあの文化を理解する時に別にエリートを特権化してるわけではなくてどんな文化でも、まあ、そのあの理解するわけですよね。でまああの大衆的な文化とか、まあ、一般的な文化とかそれからまあサブカルチャーとかいろんなものがあって。で えー、まあ,あの今日お話ししたことは、えー、再下卓越化っていうことが起こっているとでそれはあの必ずしもまあ何て言うんでしょう支配階層だけのものではないと思うんですねでそうではなくってやっぱり何がクールであってだからまあ何でしょう例えばそういう支配階層じゃない人でもまあ例えばこの音楽がクールであってまあサブカルチャーなんかそうですよねこの音楽はクールであって、まあね、この音楽 メインストリームのこんな音楽聴いてるやつはクールじゃないみたいな、まあ、そういう卓越化をしていくわけですよねだからまあその別に今日お話ししたことは必ずしもエリートだけのつもりでお話ししたわけではなくて結果的にちょっとエリートの話になってしまったなということでまあ KBIAT の意味でああいうことをちょっと入れたわけですはいありがとうございます あの引き続いての中野さんに伺っていきたいんですが、まあ、昔はそのエリートとか贅沢だったものが中野さんが感じられているのはいろんな方向に今広がってきていると特にコメントの中ではポテサステナブルなポテトサラダがすごく受けているわけなんですけどもそのサステナブルだとかそういうのはなんか今まで贅沢をしていた人たちが無理してやろうとしているんですかそれともそれが必須な流れとして今中野さんには感じられているんでしょうかいかがでしょうか。 はい、ああのサステナブルプポテスサラーダーに関しては、やっぱりあの、えっと、帝国というのはあの杉本料理長はあの13年間ヨーロッパで修行してきたんですね。で、2年前にあの総理長になられた人なんですけども、やっぱヨーロッパの,あのとサステナビリティにか対するあの関心と日本の温度差があまりにも違いすぎると。 サステナビリティっていうのは当然やらあのもう考えてもうそちらの方に行動全員がシフトしていかなきゃいけないのにこう日本があんまりにもぽよヨんとしすぎてるでそれに対して、まあ、杉本さんは何かしなきゃいけないっていうことで。あの まあコメントにはもうありましたけれども、まあ、捨てるあの全部使うことがサステナブルなのかっていうのは、まあ、確かにありますよね。あの,たあの捨てる方がまあ早いし、まあ、それはま土に埋めれば肥料にもなるしってことあるんですけども、まあ、あえてもそれをこう,こういうことをしますよっていうことを意思表示でもあるんですよね。でまああのー まあホテル業界をリードする自分たちがこうあのサステナブルとしてまあこういうことをやるっていうそのなんかこう分かりやすいちょっとデフォルメされた意思表示でしょうかね私はそんな風に見ました、うん、はいありがとうございます、はい、そうするとなんか安西さんがお話になったところにつながっていくんですけども今全体的なユニバーサルな価値として、まあ、サステナブルあるいは地球とともに私たちは住んでるっていう価値観の中でサステナブルポテトはそのローカルな その私たちに親しみやすいポテトサラダというので表現をした日本的な表現だったかなというふうに思ってくるわけなんですけども今その安西さんはミラノにいてですね、まあ、いろんな自分とは違うもともとは価値のところにいて今回はブルネックチュリーの誕生からの歴史を話していただきたいと思います。 ですがその中でその新しいラグジュアリー、うん、安西さんが捉えようとしているあの人材、そういったラグジュアリ,リーを作る人材はどんな人物だというふうに捉えられているんでしょうか、またそういった人材をどういうふうにして育成していくのか、まあ、自然発想発生するのか、その辺りはいかがでしょうか、うん。ポイントとしてはやっぱり ユニバーサルな価値がないので、ローカルな価値がないんであるかっていうことのレイヤー、レイヤー分けというか識別ができるような人が育っていくだろうなと思うんですね。で、だからそのローカルだからいい、だからローカルだからこれ世界一だよねみたいなことを言ってると、やはりまだ不足してるわけですね。かといって、その、まあ、前田さんの話にも絡むんだけど、 いわゆるユニバーサルな価値が往々にして西洋中心主義的なところとリンクしていったりすることがあると。でやっぱりそういったところに対してはやっぱりあの、まあ、反省的に見ていくことができるような人ということが必要であってだからやっぱり文化のいろいろなレイヤーを的確に捉えられるような人が価値を作っていくまあ先頭を切る人じゃないかなというふうに思います。 うん、それについて山内さんどうでしょうか今は文化の例やユニバーサルとローカルっていう話だったんですけども山内さんの考えるその文化の創造者っていうのはどういったことを考えて作るんでしょうか、ねうん、まああのユニバーサルローカルっていうのもあるんですけどまあ口なりの話はある種ものすごい価値を まあ作り出してまあ消費者がものすごく価値を見いだしていると。で、それがですね、まああの別にこっち側で人間らしいブランドを作って、で、こっち側で高品質なものを売って、それ売れてるっていうんじゃなくって、消費者はそういうこう人間らしいまああの作り方をしている、人間らしさを追求しているということがわかるわけですね。で、やっぱりこう2000年超えたときに、あの なんかやっぱり資本主義に取り込まれてしまったものにやはり価値を見出せなくなってしまったという我々のまあ現在の置かれた状況があるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、それをある種、まあ、批判するようなまああのまあ、えっと、口根井さんの話で言うと、まあ、農業してた時には生き生きとしてたんだけど企業で働くようになって。 まあ資本主義に取り込まれるとまあ生き生きとしなくなったみたいな話があってそうじゃなくてあて別のあ新しいモデルを作ろうよっていうでそれが今価値になっているっていうのがあると思うんですね。で,、まあ、で資本主義っていうのはまあ基本的にあ,のある種あの普遍的なロジックでまあローカルなものっていうのをあんまりまあ重視しないということがあるときにまあそういう背景があるんじゃないかなと思いました。 はい、ありがとうございます。安西さんそれについてはどういうふうに考えますか。今資本主義とそれだけではないところに新しい文化の価値っていうものを生み出そうとしているというふうに山口さんがおっしゃってたのかもしれないですけども、そのあたりについていかがでしょうか。うん、あのそうですね。あの山口さんのおっしゃる通りです。あのまあ、ユニバーサルともう要するに僕はすごくよく気になるのが。 グローバルとインターナショナルとユニバーサルっていう、まあ、多分3つの言葉が割と、うん、違った意味なんだけどそれが同時に捉えられることで少なくともグローバルの話じゃなくて、えー、ユニバーサルというのはもっと、まあ、人間らしさだとか要するに共通の話なんで、えー、例えばグローバルとローカルだと上下関係になりやすいんですけどもユニバーサルだと上下関係にはなくて割とフラットな関係になりやすい。 なるるのので、で、で山井さんのおっしゃることであの賛成です、はい。じゃあそ,そこでちょっと前澤さんの方にも絡んでいきたいと思うんですけども今のその今日のお話だと植民地の話をして植民地的なあの文化のね捉え方の話をしていただいたんですけどもそれをうまく,つく使ってですねあの 今回の文化を作る人材、まあ、そういったところに生かすためにはどんなことができそうかと。何か前澤さん自体がドイツに行かれているってこともあってですね、それの自分の持っている日本的なところとの差分を使って何かうまくあの活用しているよというような事例とかありますかそうですね。あの自分がこう日本を出て一番最初に思ったのが、そのもちろん。 外国のもの自分とは違うものにも出会うわけですけれどもそれとの比較によってまず自分の文化というものがあったことに気づくんですねなんかそのやっぱりそこに気づくっていうのは別のものに出会ったからこそではなあったなとは思いますねなのであのまずそのうんとそれを考えていく自分たちの文化の中であるいは自分の価値観の中で どういったものがそこを権力に支持するものなのかあるいは自分たちで考えていきたいものなのかっていうところに出会うためにはあの別のものに触れていく自分とは違うものと交流していくっていうあのプロセスを踏まずにはあの得られない踏まずには得られないかなっていうことはあの考えていますね。うんでその 出会いの中でこうどういったものがユニークなものとしてこう評価されていく発展されていくかっていうことなんですけれども、うん、あのやっぱりこう自覚的にというよりかはあの他の人から評価をされてどんどん気づいていくっていうあのところがありますねっていうのは例えば自分はこうヨーロッパのクライアントからの,影あの要求を もらってあるいはヨーロッパの教育を受けてあのそ,の,それの文脈に合うようにそこの例えばドイツであったらドイツの文脈に合うようにあの素敵なデザインを作っていこうとするわけなんですけれども例えば自分が無意識に自分が無意識に選択している要素であったりあるいはあの選択している視覚的な言語であったりっていうところの中に あのクライアントが日本の要素を見出したりするわけです。でそこにこうユニークさを感じてあこれはとてもユニークだねともみにしかできないねっていうコメントをもらったりし,てします。なんかそういう,こうあのキャッチボールというかあのインタラクションをこう重ねていくことによってあそしたらではこれがユニークだと思われているものなんだっていうことに、まあ、どんどん自,自覚的になっていってでそれをこう。あの 発展していくってぱり、まあ、そういいったプロセスを踏むものが多するとその自分らしさっていうものが、まあ、ローカルだとかいろんなコンテキストの中でインタラクションする中でどんどん価値が育っていくということで先ほど中野さんが言われていたその新しいラグジュアリーは人間らしさというものがすごく重要だというふうに言われていたけども、まあ、そことも関連がしてきますよね。 そうすると山内さん的にはそういった人たちを育てようというこういったプログラムになってくるんですか自分を発見して自分らしさを強めてあるいは人間らしさそのをやることによっていろんなところとインタラクションすることによってまあ文化を作っていくそういったようなプログラムになってくるんですかねまああのそうですねだから、えー、と今回のお話はやはり まあ、口練りの話にしても他のブランドにしてもそうですけどやっぱり文化をあの作っているところが価値を生み出してるんだっていうであの口練りは別に CSR としてそういうことをやってるっていうよりもそれをやること自体があの大きな価値になってるんだっていう価値がこっちにあってこっちに CSR があるんじゃなくて、うん、っていう、まあ、まずそこを今日ちょっと考えたかったっていうのが。 あの一つですねであの今前澤さんの話で非常に面白いなと思ったのはあのだからまあ1923年ぐらいからモ,モダンモダン,モダンデザインっていうのが、まあ、できてきますよね。で,あのでところが日本の、まあ、17世紀に作られたカステラレキューみたいなのが実はモダニズムの、まあ、起源であるみたいな話であの実は日本の なんかあの美意識っていうのがあのなもともとそうだったみたいな話とかがあってでなんかまあそういうな,なんて言うんでしょう文化ち異なる文化となんかまあいろいろやってだから先ほどそのアール・ヌーボーが、まあ、日本の浮世絵とかそういうものからまあ日本の工芸もそうですかねあの ヨーロッパにものすごく輸出されて、それで刺激を受けて、それが今度戻ってきてみたいなことがある中で、やっぱりその,なあの文化っていうのが、えーとえー、盗んで盗用するっていう話がある,ある,あるんですけど、やっぱり文化をあのから距離取れないと思うんですね。だから盗用のない文化の使い方っていうのはなくって、だから我々その、 文化には力関係が潜んでいるんですけど、だけど、それをまあ考えながら、まあ、やっていかないといけないっていう、まあ、そういうことになるのかなと思いました、はい、もう文化っていうのは、私たちの中に染み込んでいたり、見知らぬところに入り込んでいるので、あの取ることはできないし、でそうすると、まあ、その中ではあの何か中心点になるようなものがあったりしてくるというのは、そういった中で生きていかなければいけないと。 ということとなんでしょううかねはいいありがとうございますでこ,こうやって何か考えてみると最初は私たちって地球の中に生まれてですね、まあ、人として生きるしかなかったんだと思うんですね、まあ、そこから産業革命が起き,起きると技術や科学ってものがすごく重要視されて、まあ、その進展がすごくあの早かったわけなんですがここからまた近代からまた人私たち自分自身に戻ってきている。でその間 その貿易っていうことがあって、まあ、故障の貿易だとかものを世界中から持ってくる時がことがあったんですけども今回今度は私たちのも作り上げてきた文化自体がすごく価値の源泉になってくると、まあ、そこにまたその繰り返してると思うんですよね人があって技術があってまた物々交換があって今度は私たちの,あの行動様式みたいなところ、まあ、そういうことを考えていくと うんまあ、今後またこれがずっと続くのではなくてねまたその次もあるのだなというふうに考えながらも、まあ、この文化の,その今回作るっていうプログラムを、ね、今回必要だと思った、うんとまあ、あのプログラムの趣旨があるんだと思うんですけども、うんまあ、そこについて、ね、もう少し山内さんに聞いていきたいと思うんですけどもその、まあ、今回はその文化の東用だとか、まあ、あのラグジュアリーという ポストラグジュアリーの視点で、まあ、今回話が進んできているわけなんですけれども、うんと、この中ではアートということも次回出てきますよね、まあ、それとも関連がしてくると思うんですよね。その中で山口さん的にはこのこの今回のプログラムや前回のプログラム、あるいは次のプログラム、どんな形でつなげていくようなあの形を考えているんでしょうか。えそうですね、あのー まあ、も,もう一回ちょっと話を整理したいんですけども、まあ、あの決してあのハイブローなラグジュアリーの、まあ、エリート的なものを我々目指してデザインするっていうことではなくてですねあの言いたかった。 ことっていうのは文化っていうのはやはり人々の自己表現に関わるし自己表現に関わるときには文化が作られるとまあこういうことがあってですねでまあ、前回の話にもあるんですけど今我々がまあ人々を魅了する何か新しい価値を作るときにはその文化っていうのを考えないといけないであので文化なんて作れるのかっていう質問がちょっとあったんですけどでこれはあの一人の人が作るっていうことが言いたいわけではなくてあの文化っていうのは あのまあえー、読み替えられたりいろいろ組み合わされたり、まあ、ち,ょちょっと変えられたりすることで、まあ、どんどん作り上げられていくと思うんですね。であの アッサンブラージっということを言ってるのは何か一人の人が英雄的にデザインしていくっていうことではなくてそういう意味でその文化の内部にいる人がいろいろ読み替えたりする中でデザインされていくっていうまあそういうふうなことが一つあるかなと思うんです。であのまあ なので我々がデザインっていうあの新しい、まあ、あの創造性っていうのを考えたときにそういう意味で,で、まあ、その文化の非常に微妙なもの自己表現に関わる微妙なものを捉えてで新しいあの文化をあの作っていくと表現していく、まあ、それによってあの一つの,あの価値を作れるんじゃないかと。 いうこことがあのこのプログラムのやり方ですでそこにあの文化っていうのは非常にややこしくて通常企業の人はほとんど議論しないんですよね。あのしないっていうかあのしておられるのかもしれませんがあの我々人文社会学はそれを語ったり見たりするツールを持ってるわけですねあの。ヒントになることがあると思うんです。でそういうことを、まあ、今回のプログラムでは学んでいただいていろんなあの文化を まあ、分析することで価値がどこにあるのか、これをまあ議論していきたいなということです。はい、はい、ありがとうございます。あの文化というものを、まあ最初から作るっていうと、すごく大上段な話になるかなと思うんですが、<laughs> まあ今回の事例、ジェントルマンの事例でも、その口音の事例でも、前田さんの事例でも見ていくと、最初に自分が何かを提示して。 まあそこからいろんなインタラクションがあってだい,だいだんだんにそういったものがルールが決まってきて文化が醸成されると、まあ、そういうことを考えると私たちは最初にやっぱり自分らしさ、人間らしさというものをまた見つめ直すというのがプログラムの重要な要素かなというふうにも感じました。まあ、ちょっと時間はいろいろあの時間配分がうまくいかなくてですねそろそろパネル時間も終わってですねメイン、あの、 モデレーターの塩瀬さんの方にですねバトンタッチをしたいと思いますあの今日は4人のパネリストの方どうもありがとうございましたプログラムがねどんどんうまくいくようにね祈っていますでは塩瀬さんお願いしますはいありがとうございます沢谷さんこの短い時間の中に皆さんのお話まとめてくださってありがとうございますあの話題提供として4人の方からいただいてで。 確かに、この急にラグジュアリーって何だろうとか、文化は作れるのだろうかとかって聞いておられる方々もちょっと悩ましいところからスタートしたとは思うんですけれども、あのこのプログラムにしたいって、まあ、山瀬さんの思いも含めて、皆さんに聞いていただきたいのは、その文化を作れるとかって大際なところからではなくて、自分たちの中にあるものっていうのしっかりと外に出していける。それをみんなでやると だん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 こう文化になるっていうあたりは、先ほど安西さんもおっしゃってた価値を作れない人なんているのかっていうのはすごい大きな言葉だと思うんですけど、なんかそんなに特別なことではないけれども、気づかないといけないっていうのはすごく大切なことでもあると思いますので、そういう意味でこのプログラムの中でこの文化を理解し、想像することがイノベーションの最先端であるっていうふうに、バシッと書き切ったことを。 実際実現していけるようなプログラムにできたらなというふうには考えております。で最後このプログラム締めくくるにあたりまして、えっ、ー、と安西さんと山下さんから一言ずつ頂戴したいなと思うんですけれども、僕もこうちょっと聞き役に徹してでも喋り t o でしょうがなかったんですけども、あの一つだけ僕自分の中から。 安西さんに質問という形でさせていただけたらなと思うんですけど、最近、万博の仕事をしている中で、梅沢忠夫さんのことをちょっと調べる機会があってで、梅沢先生がちょうど文化と文明について触れられてたんですよね。その中で、異文化交流っていうのは不快なものだと、苦しいものだっていうふうにおっしゃっていて、そこにどうしてもこう摩擦が生じている、しかしその摩擦を乗り越えた上でつながることっていうのが、究極の安全保障だって書いてあって、なんかその、 文化が交わるってことと摩擦ってことに関してちょっと安西さんからぜひ教わりたいなと思いましてこう安西さんが持っている中でのそのラグジャリーとか文化とかそういったところと摩擦って言葉がどうつながるかってあたりでご意見いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あの異文化理解とか、まあ異文化の存在っていうとオにしてこのえ共通点はじゃあどこなのかっていうことを言う傾向がこの何十年かあったと思うんですね。で 要するにその摩擦が紛争にならないようになるには平和的なプロセスとして異文化にある共通点を探すっていうことが割とウエイトとしてあったという感じがするんですね。でいやでも違うだろうっていうのがだんだんと見えてきたと思うんです特にインターネットが普及して以降どちらかというと違いを最初によく分かった上で、えー、次の前進が見られるんじゃないかなっていうことが一つあります。 それからもう一つ僕はすごく気になっているのが文化相対主義ですよねいや。要するに例えばヨーロッパが偉いわけじゃなくてアメリカが偉いわけじゃなくていろんなところが要するにそれぞれの文化があってそれぞれに大切なことは確かなんだけども文化相対主義が一つ、えー、見えないところはどこかっていうと例えば人権みたいな話に関してやっぱり人権も文化相対主義で見るのかどうかということだと思うんです。例えばアフガニスタンの今の今問題 もうそうですよねあるいは中国における問題もそうだしあるいは東ヨーロッパとか例えば今のベルルーシアとかウクライナとかポーランドとかハンガリーとかあの辺りの今起こっている人権に対する侵害の話が、えー、文化相対主義で見れるのかどうかっていうここが今すごく気になっているところですだから例えば日本の中で、えー、例えば中国における人権は要するに ある程度制限されてもお金持ちになればいいんじゃないのでその辺は我々日本だからちょっと他の国のことだからその辺はあんま触れないでおこうねっていう話をよく聞くんですけどもじゃあそれと同じことを今東ヨーロッパで旧共産圏、まあ、旧ソ連圏で自由な世界がないとやっぱりやっていけないと思った人たちに同じように言えるのかっていうことですね。 でこの辺りがあのすごく今僕自身気になっていて、まあ、もちろん答えはないんですけどもこの辺りも含めて話が関心あるということで今の潮田さんの、えー、質問に答えになるかどうかわかんないんですけど、まあ、そういうことを考えてます。はい、いありがとうございます。じゃあ山内さん最後に一言分かりやすく <laughs> 次回の、はい、いや告知も込めて。<う> <laughs> 自分の言いたいことは言ってた。次回のことなんですけども、あのまあ、言いたいことというのは1つあって、やはりあのこのプログラムはですねあの価値を生み出すっていうで、企業の方を対象にしてるんですけど、やはり我々すごく意識しているのは資本主義と資本主義の周辺、あるいは資本主義の外部等をガッチャンコさせようということを非常に意識してやってるんですね。で、まあ、そうと何のことか分からないと思うんですけど、次回はあのアート思考。 ということで、アートについてあの議論していきます。石原先生はあのあのゲンダーアーティストです。杉山先生はあの美学ですねあの。カントとかヘルダーの美学の先生です。まあ、その辺でアートの本質を,をちょっと突っ込んでいきたい。であの、サステイナブルと今日の話の関係っていうのもよくわからないっていうことで、ちょっとょ消化不良にあの思われたと思いますが、セッション方からですね、あの人申請のデザインっていうことからですね、あのそっちの方に。 あの突っ込んでいきます。なので、まあ、そのあたりでまたサスティナブルのデザインというのを議論していきたいなと思います。であとは企業の,あの事例、それからあのああの京都一律芸大あのアートの本流としてのアートとはという話、まあ、それから最後プロあプロ、このプログラム、プロジェクトのデザインということをやっていきたいと思います。えー、と次回は1月6日ですね、年明けに実施します。はい。はい、ありがとうございました。 ぴったりの20時ジャストになりましたので、えー、ご協力いただきました、皆様、講師の皆様、モデレーターを務めてくださった澤谷様、えー、皆様、ありがとうございました。えー、この拍手で、あのチャットの今うに888打っていただくとあの拍手した代わりになりますので、えー、皆様、お礼で伝えられたと思います。ありがとうございましたありがとうございました。 最後もいい言葉いっぱいあったんでね、あの僕の中で残っているのは、すべては土地から生まれるって言葉も素敵だったなと思いますし、あの異文化交流の中で自分の文化に気付くっていうのも素敵だったし、まあ、一番気になったのはあのサステナブルポテサラなので、明日から皆さん、のポテサラ食べるたびに、あこれはどうやったらラグジュアリーになるんだろうって思いながら、一日お過ごしいただけたらと思います。では、1月6日にまたお会いできますことをお疲れ様でした。じゃあ、佐藤さん、お返します。もう返さなくていいのかな。 あ、いいです。はい。お疲れ様です。また。よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼しました。失礼します。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。モデレーターとしては、いろんな意見の対立を起こしたかったのも全然起きなかっい。そうですねって、そうです。共感します。共感しました。 いやなんかちょっと質問の意図なんかちょっとず,ずれた答えしてしまったかもしれませんいやいや、うん、そんなことない <laughs> きっとだけどなんか才があるかなと思ったんだけど山内さんと安西さんの言ってる話とかねだけどああみんな共通してたんですねどうオーディエンスは分かんなかったかもしれないけど <laughs> <laughs> いやなんかちょっと ラグジュアリーで自分と関係ない話をしてるみたいなコメントもあったんで、ちょっと途中でなんかそのあたりちゃんと言っとかないといけないかなとか思ったりしたんですよね。私、まあ、あのコメントが一番気になったですよ。うん、だから最初にその、まあ、スラム街の話出したんですけど、すごく想像的だし、私たちそういう人たちを作りたいんだよね、きっと。うんうん、だからそう、ね、そういう そういうそういうだからエリートとかいうことではないと思ったんですね。うん、はい、はい、あのラグジュアリーの話の面白いところはどっかって言うと、まあ、かなりの割合で最初は反発されるんですよ。うん、興味がないっていうか、あるいはそんなのっていう反応ですよね。で、それが分かってくるとだんだん変わっていくんですよ。で、そこが面白いなと思っている。 私なんかもう永遠に反発され続けてますよ。<laughs> <laughs> ラグジュアリーって語らせられることが多くて、でもなんか、それはあ,のあっちの世界の人でしょみたいな、ずっとそういう見方をされてるんですけども、うん、まあそうじゃなくて、あのー、本当に人間の根源的な欲求がこう文化にもう必ずつきものの話っていう、うん、その文脈でやはり、辛抱強く、辛抱強く、この語っていかなきゃいけないことかなと思ってます。 私今企業,業家研究をずっと1年ぐらいあの金曜日3時間ぐらいやってるんですけどそこの起業家研究の中にさっきのねブラジルの,あのファベーラを研究してる人とかいたりあのいろんな多様なですアーティストを研究してたりいろんなんですよね。で山内さんがやろうとしてるね文化を作るアート的なああの価値創造人材っていうのは非常に起業家的な人だというか。 感じもしてるんですよね。共通点もありそうなね。はい。そのあたりも聞きたくて。で前回の一回目ではそうなってくるとビジネススクールみたいとかやめとこうかって三 <laughs> 人が言ってたような気がするんだけど <laughs>、うん。なんかうんそうですね。はい。あのどうどうでしょうなんか言いたりいたりないこととか <laughs> ああ言っておけばよかったとか何かありますか。 ラブチャリーはやっぱりなんかこうフライングする人だなって感じするんですよね。ラブチャリーに入っていく人はね。うん、<で>フライング。要するにね、飛び出していくことですよね。で、だから、えこみんなが、要するに第三者から見ると、危なっかしい人たちああ、うん。ということがちょうど当てはまるんじゃないかなという感じがしますよね。 うん、そうすると私の文脈だとそれは革新的なイノベーターラディカルイノベーターって感じするんですよねだからちょっと時代とは違う新しい価値を作っていくだからんかまああのその、まあ、ササビズのフェデリカが言ってたその深い意味を探る人が、まあ、ラグジュアリースタートアップになるんでやっぱり深い意味を意図的に探すんではなくて えー、深い意味を探したくななるような体験ですよね。うん。その自分自身にやっぱりその,その口練りの話を聞いても、まあ、哲学があって自分自身の考え方があって、まあ、自分らしさがあるのであの、まあ、他とも差が出るっていうか浮き出してくると。 まあそういった人たちが、まあ、そういう私たちが作っていくようなあのクリエイターなのかなっていう気がするんですよね。まあ、私的にはそれラディカルイノベーターだし本当起業家っぽい人なんですけどね。 なんかそうファッションの歴史を更新してきたのもみんなその手の人ですよね。まあ、ココ・シャネルしかり、マリー・クワントしかり、あのまあ、イブ・サンノしかりあの、アルマーニもそうだし、大体いい皆さんこう、自分の出自のとか、オリジンとか、自分の本当に根源的なものすごいこうあの深く <laughs>、深すぎるくらいにこう根を張っていて、社会に抵抗、なんかもう皆さん抵抗してますよね、最初は。うん、抵抗といううかもう、うん で、まあ、その社会の常識とあまりにも違う自分のあり方っていうものに抵抗して反でそれであの突破していくっていう、そういう人たちですね。なんかそれで、なんか、ね、素人が外から見てると、ラグジュアリーの世界ってなんか巨大な2つの企業が、うん、ああ、えー、ルイ・ヴィトンとかね。うんえー、なんかこう、牛耳、なんかどんどんその力がどんどん大きくなってるようなイメージがあるんですけど。 どうですかあそれがあの私がさっき言ってた旧ラグジュアリーの世界に属するものですね。でこれがもうあまりにも今、肥大化しすぎて、えー、とどっちかというともうファストファッションの世界になりつつあるところもあるので、で,、まあ、でもその世界の人たちも変わろうとはして、新しいことをやってるんですけれども、まあ、それだけじゃないだろうっていう新しあの動きが出てきているのが今っていう。 プロテスタント的な動きが出てきているのがまさに今という、うん、そういう位置づけです。なるほどなのであと10年もするとまたあのこの構図も変わってくるのではないかと思います。うんうん、もそもそもこのルイ・ヴィトングループなんかが大きくなり始めたのが本当に1990年代からここ30年ぐらいのことなのでそんなに長い歴史ではないです。 l v m マッシュとかにあるブランドっていうのはもともとは,は、うん、あの反抗的な小さいファミリービジネスだったりしますよ、ねうん,うん。それをこう、うん、あの不動産屋さんだった方がこう吸い上げていったといううな形なのでなるほどでそれが巨大になりすぎて今そ,のそれに反発する新しいのが生まれ,つ生まれてきているっていうこういう感じですかね うん。まあ反発、うん反発もあるですし、<発>そうじゃないところからもうあの全然新しい発想でラグジュアリー、ラグジュアリーそのものに関するこう新しい発想で、えー、まあスタートアップをしているという方々も多いです。うん。なるほど。なんかそのハイブランドってこう。 ハイブランド批判するアクティビズムみたいなあるいはストリートファッションとかそういうものもどんどん取り込んでしまうなんかこうああ不気味な力を感じにすけどその力も弱くなってる感じなんですかねうんどうなんでしょうあ,あ確かにアメーバのようにストリートファッションももう完全に取り込まれていったりしますよねこの動きはどうなるんでしょう うん、その中で、多分口練りとかみたいに人間らしさとか本気でやってるところが輝くっていう感じなんですよね、たぶんですか、ら今もうティバ、ティバニーがまあどことコラボしたって言っても、うん、皆さんもあの驚きもしないし、もうなんか、あルイヴビトンのやり方に染まったのねっていうぐらいにしか見なくなって、全くなんていうかこう、人の心をこう豊かにするようなラグジュアリーではない。 くなってきてきますよね、うん、あのそう僕はやっぱ口紅の図書館の発表を聞いた時にえ同時に思ったのはそのルイ・ヴィトンだとかケリングがえ要するにコンテンポラリーアートの美術館を有名な建築家に頼んでね、うん、やるというパターンがすごく瞬間的に古臭く見えたんですよね。 あのケリングだと安藤忠夫でしたっけで要するにああいうふうにもともとは個人的なパーソナルなコンテンパレーアートのコレクションから始まってそれを、えーまあ、有名な建築家に頼んでそれをパブリックに見せるというパターンが今その山口さんがおっしゃったようなそのいろんなサブカルチャーを入れていくのと全く同じように 一つの新しい形を作ってきたわけじゃないですかラブテリーの。で、そういった表現としてあの表現は、えー、そろそろなんか口紅の,のあれを見ると、えー、なんかちょっとダサくなるなっていう感じがしたんですよね。<laughs> うん。うん。こんな要するにせっかくなんだっけケリングのロダ美術館だって去年かでしたっけオ,オープンしたの。うんうん。うん、で。 でただもう一つ僕が気になるのはこのラグジュアリーのこういった話をしたときに、えー、割とその何て言うかなラグジュアリーの企業の人たちもそうなんだけどまあそれまあ研究者もそうなんだけど割と結局まあ僕自身も反省するんだけど硬い言葉になるんですよね窮屈な言葉 <laughs>、うん、まあうん、それがすごく気になっていてただ えと日本で語るともっと硬くなるって感じがするんですよだからヨーロッパにおいても硬、えー、かったりするんだけど日本語だともっと硬くなっていてでもう,一回もう一つ僕はその口練りの,その図書館の発表の時に感じたのは何かっていうと、まあ、人間らしさとか人間性とかそういう話をした時に、えー、要するにイタリア語の「のウマにタ」っていうその「 発音でこう単に要するにアクセントが置かれて、その母音がこう広がるように明るいわけですよ。それは英語のヒューマニティよりずっとなんかこう開放的なんですよね。で、だから口のりのがすごく。まあ、そのいろんな哲学者の話をするんだけど、彼自身はすごく。まあ、何て言うかカジュアルな人だしで、あのそういった話をしてるときにやっぱり。 詩、ままあ、人かあるいはそのなんていうか俳優と話をしてるようなそのリズムがあるんですよ。であの感じがこう伝わらないと、まあ、さっき澤谷さんがおっしゃったあのコメントにあった方の,その距離を感じるっていうところが、うん、なかなかこう越えられないとこだなとふっと思ったんですよあの時に。うん あともう一つあると思うのがその口塗りが言うその人の人間の尊厳っていう部分なんですけどその尊厳をどのぐらい私たち日本人って一般化するとあれかもしれないですけど私たちが感じ,私が感じてるかというとそこがすごく急須。 薄いんですね、そこが薄いので、そうすると、人間の本質っていう議論も薄くなっちゃうっていう気がするんですよね。そこはだけど、その文化を作る人を作る、育てるためには、すごくあの考えなければいけない点かなっていうふうに思うんですよね。うん、これがそのドイツの総選、今回のドイツの総選挙にその、1、えーまあ、つの課題になった、環境問題と人権の話ですよね。 で環境問題は、えー、右派も左派も、えー、共通の話題として見なしり始めているということがあってだから右派が勝とうが、えー、環境問題に対してドイツ政府が何、えー、ていうか若干そのウェイトを下げるということはないだろうと。でただ人権問題に関しては、えー、左派の方が相変わらずまだウェイトが高くてで左派が勝つとその辺が。 まあ強くくななってくるだろうううというふうに言わわれたわけですねでまさしく今回、えーまあ、どちらかというと左派的な方が勝ったわけじゃないですか。で人権の話、まあ、さっきもちょっと人権の話をしたんですけどもやっぱりその人間らしさとか人間性とかこういった話と人権の話はやっぱりダイレクトにつながってる話なんですよね。 にもかかわらず割となんかこう人に優しいとかそういった話と人権の話がなんかこう離れてるような感じがやっぱり日本の中でしているのは確かだと思うんですよで。ただやっぱり人権の話をするとやっぱりすごくやりにくいことはやりにくいんですよね。うん、<laughs> この辺がどういうふうに山を越えればいいのかなっていうのは思っていてただやっぱりそのまあ口の,上の話もそうなんだけど、うん この辺の人権の話を超えられないと、うんえー、価値創造人材の話として、えー、やっぱり完璧なものにならないような感じがするんですよね。うん、その辺が僕は山内さんに期待したいことこなんだけどうんそうですねいや実はあの人申請のデザインとかでやろうとした時に結局結論に至ったのはやっぱりそのディープケアラボとかっていってケア ケアが大事なのとかいいろろったはるんですねでや,やっぱりあの最終的にあの今一番必要なのはその部分っていう話がまあ、うん、結局あのまあ水野さんも <laughs> 私もちょっとあのあまりそういうのを語る柄じゃないので <laughs> あ,まりあまり今まで。 あのや言ってこなかったんですけどやっぱり今回のプログラムそれがあの何,何回もいろんなとこが出てきますよねうん、うん、だから、うん、そこはちょっとしっっかりやっていいきたいですね、うん、そうしないとなんかにどうしても機能だとか手法だとかプロセスの話になっちゃうんですよね、うん、だけどそれいくらいやっても私たち本人が深められないと何もならないっていう、まあ、そこはだからキーかなと本当に思います。 だから人社会ですごいい期待してる昨日ねあのベルガンティのいるストックホルム経済大学の彼がやってる、まあ、ハウス・オブ・イノベーションのウェビナーがあってねで聞いてたんですけどもその中で、まあ、彼がその今ハーバード大学のビジネススクールとデザインをの講座をやってるんですよねでその中で、まあ、ポイントとして彼が話をしていたのが えーとユーザリズムからアウワリズムって言って表現をしたんですよ。まあ要するにユーザー中心主義的なそのユーザーリズムではなくて我々アワアアアリズムっていうふうな言い方をしてで要するに我々自身をデザインできなくてどうしてデザインを言えるのかっていうことなんです。今、澤田さんのおっしゃった。 人で要、要するに他人、利他的だよねとか、他人のためだよねって、さかに今言うじゃないですか。うん、でも、まず我々自身の要するにデザインできる。それがアワリズムって言い方をしていて、うん、うん、やっぱここに来たなぁと思うんだけど、この話、えー、いろいろとまた人に話すには大変な説明の仕方を工夫しないといけないなと思ってる。アワリズムってあああ前からある言葉ですか造語ですか造語じゃないかな。うん,かうん。わかる。アワリズム。うん。 モリスとかラスキンの話出てきましたけどやっぱり作り手の喜びみたいな話がね、うん、やっぱり今後、うん、多分出てくると思いますね。だからユーザーのために作ってユーザーがハッピーであればいいっていうか作る方もハッピーであるみたいなのは。 多分ある必要です、うん、かなんかサステナブルポテトサラダはやっぱ作ってる人が楽しそうですうんこれでどう何をやるんだっていう、こうみんなでこう考えてるっていう、そこがやっぱりあの何よりも楽しそうだったので,、うんそうですね、作り手の楽しさ、作り手の幸福、それを含めてアワリズムっていうんですね。うんうん、はい今日はありがとうございました。 ありがとうございました。はい、そうそうそう。あと、サステナビリティもその自分自身がないときっとね、難しいんだと思うんだよね。そうですよね。うん、だから、今日、簡単にはそこに触れなかったのは、そこの議論飛ばしてできないなと思ったんですよね。えーえーうん、だから、サステナビリティはラグジュアリーに含まれるっていうあのことに、今、こう私たちの、えー、講座を持っていこうとしています。なのになんか割とやっぱり、帝国ホテルもサス、あの ラグジュアリーとサステナビリティは相反するという前提から始めてたんですよね。多分これ日本の常識だったなんだろうなと思ったんですけど、まあ、そうじゃないあのサステナビリティを含んでこそラグジュアリーだっていうのを新しいラグジュアリーの講座として持ってていいこうとしていますなるほどあそれからもう一度いいですかその前澤さんさ僕はさ,さっき瀬さんの話でその文化相対主義をどういうふうな観点で見るべきか。 っってていううう話話したんんだけどどあのの辺りどう思ってます文文化化相相対対主主義義とと人権の話とかそうですね。なんかあの、うさんが最後にコメントしてくれてたところで、摩擦ってキーワードが結構いいなと思ってて、摩擦って超ネガティブじゃないですか。なんか日本の中で摩擦があるようなことを話した,話したくないし、できれば起こしたくないんですけど、でもあの摩擦がないと、 あの新しいもの出てこないかなっていうのはあのいつも思ってますね。その人権の問題に関しても何かこううまく人権の問題をやあの解決しようとすると解決できないと思うんです。あるいは誰かのために何かをしよう自分のために何かを考え始めようっていう時に今までと同じ、えー、っと心地よいやり方でやっていたら あのそれは変わらないことをずっとそれを維持していこうということだと思うのでなんか摩擦っていうキーワードはとてもあのポジティブにあの受け入れていく必要があるな、うん、やっていく必要があるなっていうのは感じています人権については人権についてうん、うん、だから例えば中国の人権とアフガニスタンの人権と中東の人権について文化相対主義をどういうふうに なんて考えればいいと思います。そうですね。なんか、や、やっぱりこうニュースを見てて思うのは、その。 二つの視野がありますよねそのアフガニスタンだったり中国の人権の話を例えば西洋のニュースがリポートすると西洋的にこういう価値観でこの社会は見るべきであるっていう視点で前ニュースをあのリポートされてるわけですけれどもでもきっとそのアフガニスタンではどういうことでそういうことが起きてしまったのかあるいはその,そ,れその西洋的な価値観ではない価値観の中であの何がいいのか何が悪いのかっていうのは判断されてるわけですけれどもなんか人権問題を 考えたとに価値自体はユニバーサルなんだけどもそれをどうやって解決していくかっていうあの視点でそこをグローバルにしてはいけないかなっていうのは、うん、あの思いますねすごくあれ難しいですよね、はい、例えばアフガニスタンの話の例えば女性にインタビューした話なんかもすごく英語がすごくうまい人にインタビューして BBC が報じたり、ねうね、してると、うん、そりゃそ,そうなんだけど。 他の市民なこういうふうに思ってるのかなって、なかなか分かりにくいですよね。ううんそそですすねそこが抜けてたりしまははい、はい今度、授業でブルネル・クチュネリやるんですけど、一つのテーマは本当人間の尊厳と、あとサステナビリティに関連してきますけど、補完性原理っていう、まあ、ヨーロッパでは一般的なあの考え方かもしれないけど、うん、私たちすごくなじみ深い。 薄いんですけど、まあ、そのあたりも、ね、入れてやってみようと思うし、ここら辺議論、尽きないですね。<laughs> <laughs> <laughs> まとめてください、もう。いやいや、ありがとうございました。あの、またぜひ、ちょっと、あの議論を続けたいなと思います。はい。あの、まあ、年明けてからですかね。はい。ですよね。はい。そうですね。はい、はい。じゃあ、あの、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これで。